とにかくね、彼女すごいの、飛距離がすごいんですよ。おう、うん、だからちょっと岳さん見てもらえます？見せてもらっていいですか？じゃあ見てみましょう。じゃあ早速お願いします。じゃあちょっとドライバー見てもらいましょうか。賢者より飛ぶという。どう？おお。いいでしょ。タッチャン負けるね、俺が。今日俺ら負けるね、間違いなく。ちょっと待って。何？ちょっと待って。うん。やばくない？やばいよ。キャリー240、うん、トータル273飛んでるんだけど。うん。今、シャーファクター 1.52 で、クラブスピード 42.8。これ入れとこう。これだよ。これ。もう俺ら負けやん。うん、やばいよね。よし。え、同じスイカやろうか。しゅうちゃん、もっと振ってくれ。おお。やったね。え、マジで？すごいでしょ。これね、多分ね、僕はあの女子のツアー行ってもまあまあ飛ぶ方だと思うよ。スマッシュバック凄くない ？1.51。今。マジか。42.7 ヘッドスピード。うんうん、ヘッドスピードはもう出てる出てる、見ててわかる。ね。うん。すごいよね。でもね、もう最初からね、この飛ばす能力はある子だったの。うんうん。やっぱりバネがあるし。43。スピード上がってるね。あ、273。このデータすごいね。すごいでしょ。絶対無理や、俺ら。そうだからね、その教えてどうのこうのじゃないんですよ。やっぱりこう選手がもともと持ってる能力っていうのを最大限に引き出してあげると。引き出してあげるのが僕らの仕事で。何、自慢？いやいや、だから僕、僕が言いたいのは、うん、みんな勘違いしてるのが、うん、コーチがいいとゴルフが良くなると思ってる人多いけど、うんうん、そうじゃないのよ。うんうん、やっぱもともと持ってるものが良くないとなかなかゴルフって成績を出せないし。まあまあ、うん、あのアスリートのレベルだったらね。うん、そうね、わかるわかる、それはわかる、うん、かー43.3。すごいね。すごいでしょ。すごいね。いや、マジで俺一緒に多分回ったら、うん、本当に負ける。いや、だから全然ゆっくり負けてるでしょ。毎回毎回負けるよ。